金剛寺は兵庫県三木市大村にある新言、総王室派の寺院。金剛寺は高徳天皇のおよ、白地2年に改装された。宝道千人の会期であり、本尊千寿観音は宝道千人の作と伝わる。三号は宝道千人が当地に今もとく寺院の建立が成就したことから、如意山と名付けられた。天正年間の三木合戦では、 織田軍の陛下により、ガランを消失したが、当時の住職であった、両政法院が、豊臣秀吉の優筆となっていた大村洋のれを、仲介して、豊臣秀吉に、金剛寺再興を願い出た。その後再興が許可されて、天正八年に、かや武きの騒動を立てた。また、寺内には、三木合戦で戦死した、織田軍の武将国大前之助森吉や、 同じく戦死した一族の遺廃と墓が祀られている。江戸時代、騒動が傾倒したため増体を行い、本堂、薬師堂、鎮守社が再建され、上京三年入り不よ用が行われた。同時代、境内には、不門院、中野坊、如意坊、多門坊、中蔵坊などの達中が存在し、三冠一体を所有していた。現在は、不門院、中野が残り、 他の立中は途絶えている。平成7年の阪神淡路大震災により、本堂一帯が損壊した。神戸電鉄青線大村駅下車、徒歩20分。ありがとうございます。